なんかね、僕、はい、難しいのは、はい、どうしてもこの思考することに自信がないので、はいはい、論理的な人と意見が食い違った時に、はい、もしか論理的な人が、はい、君それ違うよってなったら、はい、あ、もうじゃあそっちでいいよってヒュッてする自信がする傾向が僕にはあるんですね、はい、でそれは本当はこれって許容じゃないですよね。その、まあ、認めてるかどうかですよね。諦めてる感じです。なのでなんか F の人とか、はい、まあ、T の人でも、はい、NT の人とかでも、もうなんか感情のやつはみたいなことを言ったりするわけじゃないですか。それっても結局認めてないわけですよね。そうですね、はい、で F の人はもうちょっと人のことを考えろよみたいなのって、まあ、相手のことを考えてないみたいな、許容してないっていうところなのかなって。それが相手のことを考えるっていうことがやっぱり大切でしょって握ってる、掴んでるんじゃないかなっていう、論理的に動くことが大切でしょって掴んでるみたいな。はい、はい、二藤平さんのそれでいいは楽になろうとしていると見られてしまう可能性があるかもと。あ、この議論の時にですね。 T の人はお前の意見を聞かせろっていう意味かもしれないってことですよね。 NT なんかだと楽になろうとしちゃダメ、なんかもう、あ、もうそれでいいで受け止められる、あ、まあ、考えるの放棄したって受け止めるみたいな。それは人としてどうだっていう話ですか。人としてっていうか、はい、ちょっと話し合おうよって感じじゃないですか。今多分 NT との対立の話ですよね。そうです。はい。NT の人はもっとシステムを良くしようと思って話をしてるのに。そうか。君のことを取り入れようとしてるのに。そう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 。もうそれでいいよって言われたらそこで話が終わっちゃうみたいな。システムが停滞しちゃうみたいな。むしろ私がないがしろにされた。って思ってるんじゃないですか。向こうに合わせたと思ってるのに。はいはい。譲ってやったよって、はい、譲ってやったよって思ってるのに、はい、っていうことですね。そういう。向こうは向こうで、はい、何楽しようとしてんのって。はい。もうちょっと話を合おうよじゃないですか。もうちょっといいものを作ろうよって考えてるわけじゃないですか、NT の人。NT の人、そうです。はい。はい、あ、これは難しいね。多分そういう無意識のところで、こう、許容したつもりだけど、相手からしたら許容してないみたいな。そうですね。はい。なるほど。さくらさんも怒っていないことを考えて呆れられる SP だなと、はいはい、もし怒ったらと想定したら楽。あ、それは僕もわかります。はい、はい、怒ったらでこういう準備しようとかだったらまだわかるんですよね。ああ、ただドキドキしてるだけじゃんって、はい、こういう問題が起こったらどうしようはまだわかるけど、はい、あの人なんか嫌な気持ちで帰ったんじゃないかみたいな、そういうのってもう考えてもわかんないし、過ぎたことどうにもならないじゃんみたいな。はい、はい、反省します。逆に備えるのはその大切なことなのになってさくらさんを思うのは、はい、N だからですかね。 NTJ だからじゃないですか、はい、相手に全部投げるのは原因も責任もすべて丸投げになってるよと。はい、でもしこうなったらっていうのは不安感として溢れ出しすぎて前に進めなることが多いやんばるさん。はいはい。そんな時はもう三浦淳さんのお知恵なんですけど、はい、不安タスティックって楽しく言うと、はい、不安が楽しくなる。はい、はい、三浦淳さんの教えやってみてください。 SP っぽいって鴨頭さんも言ってました。はい、不安は楽しいんです、いいねって。はい、はい